格闘技のビッグイベントが終わるたびに僕は選手の試合後インタビューを見てしまいますファイターが試合中に何を考えていたのか相手のどこが強かったのかなんで負けたのか試合を終えてどう感じているのか自然にこのようなクエスチョンズ気になるところが現れてくるので答えを求めて選手の話を聞きに行きます Rising Landmark Volume 5 朝倉クラミクル vs 牛久潤太郎と平本蓮 vs 斎藤豊。ビッグイベントが終わって試合後のインタビューがいろんな YouTube チャンネルにアップされています。いつも Ryzen 公式チャンネルでフルインタビューが公開されていて、まあ普段僕はそれを見るんですけれども、ホームページでオリコンニュースというチャンネルが出ていて、サムネイルは勝利した朝倉クラミクルが 勝ったけど勝ってないと言ってる動画と、敗れた平本が負けたけど負けていないと言ってる動画がありました。それはクリックしてしまいますよね。ということで僕はその動画を見て面白いことに気づきました。二人とも真逆なことを言ってるけど似てるところがあるんです。今日はそれについて話していきたいと思います。 そのチャンネルの登録ボタンをスマッシュしてください。そしていいねボタン、this one right here, それもスマッシュしてください。よろしくお願いします。まあ、朝倉美久留と平本蓮二人とももちろんプロファイターなんですけれども、その上に SNS キャラクター、インフルエンサーです。ソーシャルメディアの使い方をよく理解してるっていうことで、まあ、そこは二人似てるんです。だけど、違いは、朝倉は、 勝って何を言えばいいのかを知っていて、悪く言うと平本は負けたら何を言えばいいのかを知ってます。平本をルーザーと呼んでるわけではないよ。格闘技の試合になると、いつ、誰と戦うことによって、勝つか負けるがかなり影響されます。つまり、マッチメイクのタイミングが重要ということです。例えば、最強の井上直也が、 プロデビューで前世紀のノニト・ドネアと対戦したら、まあ、多分負けますよね。ただ、経験を重ねてレベルアップしてからドネアと戦ったら、結果は変わります。同じ対戦相手だけど、試合をするタイミングによって、勝つか、負けるか、勝敗が全然変わります。平本のキャリアを見ると、無茶とも言える試合を組んできてるじゃないですか。 MMA デビュー戦で、経験ではずっと上の萩原とやって、まあ本当はね、デビューだから怪物くんのようなストライカーバックボーンで、まあ経験は同じぐらいのと組みたいじゃん。K1 時代でもクレイジーな試合をしていて、確かプロ4戦目で木村ミノルフィリップとやっています。裏では木村に KO されなかったら、KO されなかったですよ。勝ったではなく、ただ、 倒されれなけけば商品をゲットする100万円だったったこれはコメントで頂い,いた情報なので本当かどうかは分からないけど要はそれほど平本が不利と思われてた試合でした無茶なチャレンジですだから平本は負けたのただもしゲイオーとゴンナパを倒した平本が木村とやっていたら結果は違った可能性はあります MMA デビュー戦じゃなくて、6戦目で萩原とやっていたら、結果は違うかもしれません。5戦目じゃなくて、10戦目で元ライゼンとシュートチャンピオン、斉藤豊と戦っていたら、どうなっていたんでしょうか僕が言いたいのは、弱いからではなく、無茶なチャレンジをするから、平本は負けが多い。で、負けが多いから、負けた試合でも平本は、 次戦も見たいとみんなに思わせるために何を言えばいいのかをよくわかってます。例えば平本が斉藤豊選手強かった。自分が対応しきれなかった。もっと頑張って。もっと強くなりますっていうよりも、負けたけど負けてない。悔しくない。自分は天才っていう方が注目されるでしょう。生意気だな。また負ける姿が見たいと考えて次戦を見る方が多いと思います。 ヒールだから、うん、ある意味、ビデンだから、それはそれでいいですし、ファイターとして一番良くないのは、ファンに何も感じさせないことです。ただ、一つ言わせてもらうと、ヒールは勝たないといけません。勝った方が盛り上がります。平本 VS 怪物くん VS ドミネーター試合後の方がずっと面白かったでしょそういうことです。 平本の試合後発言を聞いて皆さんはどう思いますかコメントで教えてください。朝倉みくりに関しては、Hey, just keep on doing what you're doing。何をしてるかわからないけど、それを続けて。要は勝ち続ければいいので、勝ち続けてください。勝ったけど勝ってないというと、朝倉ファンは次戦を期待する。楽しみにするので、この発言はパーフェクトと思います。 朝倉がもっと強くなる。今やるとクレブルに勝てると自然に彼のファンは考えます。朝倉みくるを見て僕はビジネスマン意識がすごいと思います。もちろん格闘家だから相手は誰でもいい。誰とでも戦うと言うけど、実際はそうじゃないじゃん。その相手に勝って得るメリットが戦う手間と一致してなければやりません。 当たり前のこと言ってると思うでしょだからこれを聞いて驚くかもしれないけど、単純に戦うのが好きだから戦うファイターは結構いるんです。もちろん朝倉も戦うのが好きなんだろうけど、好きじゃないと格闘技ほどきついものは続けられないから。だけど朝倉はただ好きからだけではなく、戦うのをビジネスとしても見ています。タイトルマッチはやりたい。なぜなら勝ったらチャンピオンになるから。 平本との試合はえー、いいけどお金の交渉をする。This is business. あと、無茶の試合はしない。まあ、外から見て当たり前と言えるけど、実際これをやってるファイターは少ないので、これはスマート。賢く行動してることになります。まあ、浅倉と平本。試合はスリリングではなかったけど、それは相手も関係するから。 だけど、二人は試合前と試合後、しっかり盛り上げてくれてるので、それは感謝してます。朝倉は次戦、誰と戦うんでしょうかクレブルとの再戦がいいよね。平本に関しては、VS 萩原2がいいと思います。両方とも再戦になってしまうけど、Why not? いいんじゃないですかあと、あまりにもビッグマッチになるので、r イ s ン n はどうにかしても、いつか、 朝倉 VS 平本のマッチメイクをすると思います。皆さんは朝倉 VS 平本実現すると思いますかコメントでお知らせください。そのチャンネルの登録ボタンをスマッシュしてください。そしていいねボタン、This one right here、それもスマッシュしてください。よろしくお願いします。We'll see you again soon. またお会いしましょう。バイバイ。 朝から見くるっていろんな意味でタイミングがうまいですね。打撃のタイミング。いつライズに戻ってくるタイミング。多分、引退のタイミングもパーフェクトになると思います。格闘家が引退するパターンは3つありますよね。まあ、怪我を別として。1つ目は、遅すぎる。これが一番多いですね。2は、早すぎる。これは結構少ない方です。3、パーフェクトタイミングで引退する。 これが一番珍しいです。でも、ビジネス意識が高いから、まあ自分の体が元通り、まあベストに動けてない。もうそろそろ、あのー、前世紀が過ぎた。まあ落ちてきてるっていうことを気づくと、朝倉選手は引退すると思います。パーフェクトタイミングで引退すると思います。うん僕はどっちかっていうと、そういうファイターが好きですね。平本は格闘技が大好きだから、 本当に格闘技愛は強いから、彼は絶対に、絶対にやりすぎます。<laughs> 45歳でも格闘技やってて、もう多分永遠に続ける意識でやると思いますが。<laughs> 面<白い> <laughs> まあ二人とも本当に似てるところはあるんですけども、真、まあ、逆で。まあいい相性じゃないですか。マッチ試合は絶対見たいです。They're like Batman and Joker. ね、二人ともお互い必要です。